トヨタ自動車のリコール問題をめぐるアメリカ議会上院の公聴会が始まりました。リコールの詳しい経緯や技術的な問題などがどこまで解明できるかが焦点となっています。中継です。公聴会はこの1階下、あの報道陣がたくさん集まっている廊下の奥にある小部屋で行われています。今ちょうどトヨタ本社の副社長らが証言を行っているところです。It's clear that somewhere along the way, public safety took a back seat, and corporate profits drove the company's decisions. As a result of our extensive testing, we do not believe sudden and intended acceleration because of defect in our ETCS has ever happened. トヨタ側はこのほか、外部の専門家で作る品質管理のための特別委員会を設置することなどを表明しました。このトップには運輸長官経験者を据えて信頼性をアピールしました。今回は品質管理や技術開発の実質的な責任者が出席しているだけに、議員からもリコールに至る具体的な経緯などを明らかにしようと厳しい質問が続いています。議員の間からは自動車業界全体を調べるべきだとの声も上がっていて、今後矛先がトヨタだけでなくビッグ3などにも向けられることになりそうです。